平野紫仕様とスノーマンメグロハス、仕事争奪戦勃発。ファンの怒りがエスカレート。ジャニーズ事務所の人気グループ、キングプリンス、キンプリ、の平野仕様、キシユータ、ジングユータの3人が脱退するという報道がファンを騒然とさせています。最新の出来事に関する詳細をお伝えします。脱退組の映像カット、ファンの怒り、週刊。 フミハルの最新報道によるとバラエティ番組ニノさんの1月22日の放送で脱退組の映像がカットされたという事実が発覚しました。この番組はジャニーズ事務所の先輩、嵐の二宮和也やセクシーゾーンへの菊池風魔がマックを務め、ゲストとの名場面を振り返る総集編を放送するもので、ファンにとっては楽しみな番組でした。 地上波では平野が合気道を体験した場面や騎士が自宅で料理をする場面が流れましたが動画配信サービスフ l ルでは二人が登場するシーンがカットされました。ファンはこの事実に激怒し一部のシーンが黒塗りの画面になり権利上の都合で配信できませんというテロップが表示されたことが明らかになりました。 早くも締め出しで、スカ、とファンは驚きと怒りの声を上げています。同じく配信サービスの TV アラーを地上波通りに放送されており、ファンにとってはフールーにおけるカットが理解しがたいものでした。また、TV アラを放送後1週間で配信が終わりますが、フールーでは3人の退場後も動画が残るため、ファンの不満が募る一因となっています。 スノーマンのゴールデン進出にティアラたちの反発。さらに、ヒラの仕様の誕生日である1月29日に、スノーマンの冠無理番組がゴールデンタイムに進出することが発表されました。これに対してもファンは不満を爆発させました。以前、 スノーマンのメグロハスがヘアケアブランドの新 CM に起用された際、平野も同じブランドと関わる仕事をしており、それが話題となりました。しかし、脱退後はメグロ連だけがブランドとの関係を続ける可能性が高まっており、ファンは平野の仕事がメグロに取られた。と不満を爆発させました。このような状況が続けば、 ティアラたちの怒りは一層エスカレートすることが予想されます。平野紫耀、岸ユ太、神宮寺ユ太タの脱退がファンにとって大きなショックとなり、今後の展開が注目されています。結論、ジャニーズ事務所の人気グループ、キングプリンスへの脱退メンバーに関する最新情報が報じられ、ファンの間で不満と怒りが募っています。 脱退メンバーの仕事がカットされたり、他のグループの活動に対して不満が紛失したりと、ファンたちの反応は様々です。今後、脱退メンバーとファンの関係がどのように展開していくのか、注目が集まります。ファンの皆さん、声を上げてサポートし、この難局を共に乗り越えましょう。フォロー、いいね、コメントで応援の意思を示しましょう。